元気。アスカーのこと知ってる方いますか？あ、少ない。やばい。私名古屋初めて来たんですよ。で、昨日名古屋空港で1時間も迷って今日来れないところでした。自己紹介します。建物に入って出てくると右も左もわからない国際的方向音痴で、明日の夢を叶えるっていう意味で名付けた韓国出身のシンガーソングライターアスカです。長かったですね。ありがとうございます。今日はこのライブが終わったら名古屋の赤から鍋をしっかり食べて帰ります。ありがとうございます。今日は2曲を歌う約束なんで、この次の曲歌います。シクラメンっていう自分のデビュー曲です。ちょっとすみません、水飲ませてください。こんなにも厳しい世の中でも一人で頑張って生きていけるのは、今は天国にいる母親が最後の瞬間まで応援してくれた音楽がそばにあるからです。今日はナミちゃんとナミちゃんのおじちゃんと、そしてアスカのママのためにシクラメを歌います。じゃあ音楽ください。Thank you.